5万人のサッカーファンが試合を待ちわびています。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか？ジョン・カビラです。イングランド対ドイツ、解説は新藤勝義さんをお招きしております。新藤さん、よろしくお願いいたします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。まもなく選手がピッチに登場します。さあ新藤さん、いよいよですね。両チームともに縦にスピードのある選手を抱えているので、カウンターを警戒すべきですね。はい、選手がピッチ上に姿を現しました。ロボトリ、今日は絶好調ですね。今日の準決勝ですよ。今試合前の記念撮影が行われています。現在スターティングメンバーをご覧いただいております。画面ではこの試合の予想フォーメーションを表示しています。イングランド 4-4-2 のフォーメーションで臨みます。ドイツ、おなじみのフォーメーションです。さあ試合開始です。スコールズ、縦に出します。右へ、画面に向かって右にエンドを取ったドイツ、反対側左にエンドを取ったイングランド。ジェラード、よく見てます。バーンビー、素晴らしい連携、チャンスですよ。バラッとコーナーを得ました。イングランド、今日初めてのコーナーキック。ちょっと危険だ。ハイボール。セーフティーに行きました。ん？ファウルじゃないのでしょうか？そしてバーンビー、アシュレイコー、壁パス。チャンスですよ。バラッと。ベッカム、ちょっとこれは強引だったか。さあここでフリーキック、10分過ぎました。スコールズ、うん、イングランド、気迫あふれるプレー、プレッシャーを与えます。これは素晴らしい読みでしたね。ノボトニー、さあここでベーン、ピッチの外にボールが出ました。おいおいおい、いいボールが出た。キャンベル、ガリーネビ、素早くプレスをかけます。時間をかけずに攻めたいですね。前半15分、ダイスラー、ノイビレ、仕掛けます。一旦下げて、ピンチ、ファーディナンド、いい位置でスローインを得ました。これはいい位置ですね。味方を探す、ファールを取られた。キッカーはデーマ、これを競り合う。デーマいいですよ、前に出した。キャンベル、さあドリブルで仕掛ける。呼吸もぴったりです。チャンスですよ。ノボトニー、前方へ、ベッカム、リターン、惜しかったですね。味方を探す、キャンベル、なかなかパスを出さない。前半25分、面白い位置です。これはいい位置ですね。中に入れる、これはディフェンスを引き締めないと。ジェラード、ロボトニー、前へ、レーマー、ラストタッチはレーマー。うわ、抜かれた。バーンビー、
ロビングジャンプ、あ、ガリーネビ、サポーター総立ちです。味方が手を挙げてますよ。ハーマン、息でいなさなボール運び、私たちは甲骨を覚えるのです。ニアサイドを狙ったガリーネビ、前半あと10分です。強烈なスライディングタックル、これはいいボールだ、これはいいパスだ。ノイビレ、よし、これは狙いすぎたかもしれませんね。ゴールを割らせません。ここまでのボール支配率はイングランド 55%、 ドイツ 45%。 短くつないで、これからしばらく大事な時間になります。自分で行くか、危ない、ニアできた、ベッカ、惜しかったですね。いい位置でスローインを得ました。これはいい位置ですね。これは面白い、中へは入れさせません。縦へのパス、ダイスラー、自分で行くか、ノイビレ仕掛けます。ちょっと危険だ、おいおいおい、前に送る、ベッカム、リンケ、もうほとんど時間はありません。前に叩いた、ダイスラー、縦に出します、仕掛けます、ベーン、ガリーネビ、ここで笛です。前半終了。ここまでのハイライトをお送りします。さあ37分、今日の芝は硬いのかもしれませんね。ただいまのシュートを別の角度から見てみましょう。ここまでの途中経過をお伝えします。得点、さあセカンドハーフです。ドイツ、ここまでの劣勢を挽回できるのか。左へ主審、笛を吹きました。お待たせしました、試合再開です。ちょっとタイミング合ってませんでしたね。ミドルシュート、あー惜しい、それてしまった。ゴールを割らせません。バラッがっかりですね。ヘスキー、前に叩いた、前へ、攻撃のリズムを変えてきます。前に送る、オーウェン、短くつないで、おっと倒してしまった。大きなチャンスを迎えています。得意の、ベッカム、縦に出します。ヤンカー、ジェラード、左へパスを通します。攻撃を組み立て直します。ハーマン、さあここでファーディナンド、ガリーネビ、ベッカム、ナイスアイディア、折り返した、バーンビー、アシュレイコール、スコールズ、ベアンス、ガリーネビ、バーンビー、
すごい歓声です。ジェラール狙った、ちょっと狙いすぎたか。ここまでのボール支配率はイングランド 57%、 ドイツ 43%。 後ろに下げます、仕掛けます、よく見てます、チャンスですね。縦に出します、ペスキ、これはいいパスだ。一旦戻してアーマー、ダイスラー、ノイビレ、レーマー、アシュレイコール。ボールが足元から離れません。バーンビー、オーウェン、勇気あるスライディング、ヘスキー、バックパスです、仕掛けます。どういうボールが欲しいのか理解されていませんでしたね。ドイツ強所を押し込まれた、ノイビレ、ペースを作ります、バーンビー、ハーマン、ノボトニー、ノイビレ、ヘスキー、リンケ、ヤンカー、キャンベル、ガリーネビ、ベッカム、ジェラール、ヘスキー、ノボトニー、さあここでレーマー、これは笛です。熱い戦いが行われています。入れさせません。ダイスラー、ダイスラー、これはゴールキックでしょうか。ゴールを割らせません。得点を確認しましょう。得点は0対0。先に試合を動かすのは一体どちらでしょうか。自分で行くか、シュート、シュートコースがありませんでしたね。ボールを入れようとしています。じっくりとパス回し、ベッカム、ボールを下げました、ガリーネビ、縦へのパス、ハイクロス、ロブを上げた、クロスボールは跳ね返されます。手元の時計では残り時間がほとんどありません。ちょっと危険だ、アシュレイコール、ベアンス、主審時計を見ています。前に出した、レーマー、ここで後半終了、同点で延長戦に突入します。後半戦を振り返りましょう。まずはこの画面から。47分、これはもったいない。今のシーン別の角度から見てみましょう。50分、これはもったいないぞ。ただいまのシーン別の角度からご覧ください。そして62分、もったいないですね。さあもう一度見てみましょう。81、これはよくしのぎましたね。今のプレー、
違う角度からご覧いただきます。延長戦開始の笛です。さあ、気まぐれな勝利の女神はどちらに微笑むのか。前方へ、ヘッド、シュートコースがありませんでしたね。ノイビレ、見事ですね。これはいいパスだ。ヤンカー、落ち着いてパスを回す。ここから打ってきた。これはボナク。ドイツ、今日初めてのコーナーキック。チャンス、それてしまった。ここまでの得点です。得点は0対0。流れを引き寄せるのはどちらでしょうか。ファーディナンド、味方を探す。アシュレイコール、バーンビー。時間的にはどうでしょう。そろそろ動いても、ズバッと打った。ゴールデンゴールデンゴールデンゴール。今のリプレイ痛いですね。ここで捉えた。難しいシュートですがよく決めましたね。素晴らしいボディバランスですね。沈黙がスタジアムを支配しています。ドイツ、延長戦まで来て惜しくも勝利を逃しました。ここまでの流れを振り返りましょう。まずはこのシーン、延長前半2分。これはもったいない。ただいまのシーン別の角度からご覧ください。延長前半6分、ミスキック、ちょっと距離感がつかめませんでしたね。延長前半9分、オーウェン、いいようにあしらわれてますね。今のシーン別の角度から見てみましょう。それでは新藤さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に緊張感が高く時間を感じさせない内容だったと思います。なるほど。バラック、彼の今日の出来について一言いただけますか。ええ、今日はちょっとミスが目立ちましたね。なるほど、どうもありがとうございます。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は新藤克義さんを迎えてお送りしました。新藤さん、どうもありがとうございました。失礼いたしました。それではサッカーファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。